皆さん、こんにちは。さいたま市立博物館では、令和3年3月より5月まで、さいたま市内の発見を取り扱う、埼玉八景発見を開催しております。関連講座としまして、対面式の講演会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため中止となりました。今回は、その代替講座として、講演予定だった先生方をお招きしまして、オンラインの講演会を開催いたします。 今回は現代の埼玉市内の経観として、埼玉百景選定市民委員会のお二人の先生方にお話をいただきます。まず、埼玉百景選定市民委員会、都市づくり NPO 埼玉副理事長の中津原務先生にお話をいただきます。先生、よろしくお願いいたします。 えっと皆さんこんにちは。埼玉百景選定市民会の中津原です。まず、最初にあの私の方からあ。40分ほどお話をしたいと思います。はい、それではえっ、ー、と私の方からは、えー、最初に。私たちが作った市民が選んだ。埼玉百景という本の紹介をさせてもらった。後に、えー、埼玉市の特徴を表す。風景っていうのを、の主に埼玉百景の。えー 風景を題材にしてご説明したいと思いますこれが、えー、埼玉百景選定市民会が作った市民が選んだ埼玉百景という名の表紙です発行は2010年もう10年以上前になりますね先端の出版会が発売元で印刷は関東図書でやりました でこの埼玉百景は一言で言うと埼玉市の今を表す風景を100選ぼうということでやったものですあの市民からの攻防も得ましてその中からここにあるような6つの評価軸を勝手にですねいわば勝手に設定してそれで100を選んだということですですから、まあ、人気投票とかそういうのではなくて えー、その今を表すというふさわしいというのを、まあ、いわば恣意的に勝手にこの委員会仲間で選んだというものです。これが選ばれた埼玉百景の分布図ですね。えー、風景はその左の方にありますように、えー、元からの地形や自然を表す風景ですとか川のある風景ですとか、えー、道の風景とか。 現代都市の営みの風景とかまあ十のカテゴリーをもとに選んだこっちがその分布図です一区から十ずつ選ぼうとかそういうことは全く考えていなかったんですけどもまあ結果的には埼玉市内全域からまんべんなくいろんな風景が選ばれたというふうに思いますでこれをあの発行してからその後ですね。 その選ばれた風景を見て回るような巡回ツアーというのをもう20回近くやりましてその中から得られた風景も含めてその次に埼玉百景散策マップというのを作りましたこれはこのこれ箱のタイトルですけどこの中に10冊のマップが収められているこれは2016年の発行になりますこれがその マップの位置を示したものですね。一番東側の元荒川沿いのエリアから西の荒川沿いのエリアまでここにくってあるような10のところをみんなで巡ってそれぞれ1枚のマップにしたということです。えー、それで100件の埼玉百景の本の方はもう発行からすでに10年以上経ちましてもう在庫もなくなってしまいました。あのであの、埼玉百景のホームページの方からは まあ PDF 版を閲覧することは可能です。マップの方はまだ本屋に出てると思います。で現在は、えー、まあ二三年後の全面改定を目指して、えー、委員会の仲間たちで作業中というところであります。それでは次に移ります、えー。埼玉市の特徴を表す風景っていうのをご説明した埼玉百景とか散策マップの風景を材料にしてお話ししようと思います。 まあここで、えー、埼玉市の特徴というのを5つ設定してみました。1番が、えー、平らなようで細かな地形の変化がある。2番が、えー、南北に流れる大小の河川水路がある。3番が見、え、沼、ー、田んぼが地域の中央にある。4番地域の伝統行事が受け継がれている。5開発が盛んで古い町並みはあ,あまり残されていない。こんな特徴を 風景もとに見さいたますあの埼玉市はあの、まあ、当然関東平野の真ん中にあるわけでして、えー、例えば市の計画書や何かの市の概要説明なんかのところでもさいたま市はおおむね平坦な地形でうんぬんかんぬんみたいなことが書いてあるんですけども、えー、実際には、まあ、大きな山坂山山岳はないですけども、えー、地面を歩いていると。 えー、きめ細かな起伏があってこれはさいたま市の地形図で茶色い部分が台地、えー、緑色の部分が低地ですね台、えー、地のところは普通あのこれを全大宮台地あるいは、まあ、岩槻だけ分けて岩槻次第というようなことにな、えー、りますがそこのところにあのきめ細かな谷が刻まれておりますね。 それが特徴ですねで標高で言うとだからその黄色の一番低いところが3メートルから4メートルぐらいのところまでえ茶色の濃いところが18から2 0ルぐらいのところまで、えー、標高の差があるとまあ第一の分っての大体まあ10から2 0ルぐらいのところが第一を成しているというところです。まあ、こんなふうなあ細かい地形の変化があるそれをちょっと見ていきます。 まずこれは坂道の写真です、えー、裏側の部分はですねあの大宮台地の南端ですけども、えー、先ほどの地図でも見るようにあの非常にきも細かく谷が刻まれていてなんかあの破れがすのようにボロボロになってるような感じなんですねですから、えー、坂が非常に多いということですで左は、えー、と焼き米坂という坂ですね江戸から中てて荒川を渡って 蕨軸を通ってずっとそこまでが平らなんだけどもそこから、えー、浦和のある大宮台地にたどり着く上りつくところの最初の坂がこれです、まあ、途中にやき旅人のために焼き米を売る茶店があったということで焼き,焼き米坂というふうな名前がついておりますね右手の写真はこれはあの特に名もない坂なんですけども、えー、大田区の住宅地の方から、えー、西側の の中心部真ん中に写ってるのがロイヤル・パインズ・ホテルですけどそこをあの見晴らしているという写真です。これがあの浦和の坂道分布図やつで1979年かなぐらいにあの浦和市があの浦和の坂の名前の募集をしたんですね。それをもとにした図です。 浦和はまあ坂の魚ある町みたいなのを標榜してて、えー、そういうことをやってたわけですでここで言うと、えー、このここには「愛」というところがあの先ほどの、えー、焼き米坂になりますこれ上る方向に矢印がついてますなでよくご存知の坂だとこの「M」という坂これはあの富士見坂という坂ですけども、えー、産業道路から、えー、下っていって浦和の駅の方に行く道、えー、これは 道路標識にも富士見坂というふうに書いてありますけども実際には浦和の,の中心部で高層ビルがいっぱい建って今はあの富士の見えない富士見坂というふうになっています、まあ、こんなことで見ても分かる通り非常に細かい起伏があって坂道がいっぱいあるということですで今度は沼ですこれも浦和の沼ですね左が別所沼 右が白旗沼ですまああの古からの村の市民には親しまれている沼ですねベスト沼についてはあの近年あの詩人で建築家の立原道蔵が、えー、終末住宅を作ろうと思って、えー、果たせず養成してしまったその意思を受けて最多の,の市民の有志が、えー、その終末住宅のヒアシンスハウスというのを広範、えー、に えー、立てておりますね。で、このこういう沼がどうしてあるかというと、これがそこの流別所沼白旗沼のところの地形です。いずれもこう、えー、細い谷が入り込んでいるその谷の出口のところにあります。まあ、そこ谷から出てくる水が、えー、そこの出口の外の中性平野の方で せき止められて、えー、そこに水がたまったということで、えーまあ、いわゆるせき止め湖っていうのの,の一種だと思います、まあ、農業用水としてねここでため池ため池ですねため池として、えー、長年使われていたものが今は、まあ、市民の憩いの場になっているというところですこれは大宮の方ですねあの大宮公園のボート池の位置を示したものですこの図はあの、えー 明治初期の,あの彩色式フランス地図という綺麗、うん、な色のついた地図2万分の1の地図ですけども、えー、こっち側にミルマ田んぼがありましてミルマ田んぼからずっと切れ込んだ谷がこういうふうに入り込んでいてそのこちら側の谷の奥の方に、えー、今の冒頭一見の位置があるということですね。これはあの、えー、大正10年か えー、本田正六があのこの明治からの氷川公園氷川公園の改良計画を立てたときにこの、えー、野党の一部を、えー、陸上競技場としてう埋め立ててその先のところにあの周遊地で船遊びの池を作ったというのが、えー、元池の起こりです。えー、同じくあのこの谷で、えー、こちら側の尾根をたどっていくとこの先には 大宮氷川神社が鎮座していいるということです、えー、とこれはですね、えー、と緑区ですね、えー、南部陵辻というところの里山の写真で、えー、百景の散策ツアーで歩いているときに、えー、みんなで発見したものです。ちょうどあの東北道のすぐ東側あ、西側だ、西側のところにあるんで、みんなこう初めてここを通って、おーっと。 埼玉市にもこんなところがあるかということでびっくりして感激したというところです。こういう、まあ、あのいわゆるちょっとくぼんだ宿というのが市内にいっぱいあって、そこのところで、えー、まだ里山が残っていたり、農業が行われていたり、えー、あるいはその他の利用がされていているということが一つの特徴です。あこれであのさっきの微妙な地形の話はおしまいです。次は 南北に流れる大小の河川水路があるということに行きますこれは埼玉市の河川図ですね西の荒川とそれから東の元荒川の間に、えー、南北かの中小河川がおおむね南北に流れています鴨川河沼川東江門川芝川片谷川綾瀬川、まあ、その他こ,のここにある 白く見えている谷のところに中小,小河川とか排水路とかがこういっぱいおおむね南北に流れているというのが埼玉市の河川の状況です。川は大変多いということですね。ちょっとそれを紹介していきます。でまずは埼玉県民あるいは埼玉市民の母なる川としての荒川の風景です。えー、新上橋で体験広広大大な荒川ってて書いてありまますけども、ま、さに広大、えー ですねまあ、水の流れというよりもその河川敷が広大です。ですので、えー、一般の市民は普通水まで近、水辺まで近寄らないというようなことになってますね。まあ、ゴルフでもやらない限り水辺まで行けないという状況です。なんでこんな幅が広いのかということです。でこれは右の図はですね、川幅変化図ということで。えー <coughs> 上流から河口までののの川幅の変化を図図式的に図示したものです、ね、で、この辺りこれは鴻巣の尾成橋という辺りが一番川幅広くて約2 5キロぐらいあると。だからさいたま市内でも秋ヶ瀬公園の辺りは1 8キロぐらいあるんじゃないかと。中流このいわゆる荒川の中流域っていうのは非常にあの幅が広いというか。 河川敷が広いといとううふうになってますでこれはあの明治末期の洪水の後にあのに荒川の河道を直線にして、えー、整備したんですけど改修したんですけどその時にあの非,常あの非常に広い河川敷というか、ね、洪水期を取ったつまり下流の東京の方を守るために、えー、堤防だけじゃなくて幅広い洪水期を設けてそこに水をためるということをやったわけです。 そのためにもう埼玉市も含めてこの辺の荒川は非常に幅が広くて水辺まで近づくことはできないといったような状況になっているわけです。でもあの荒川を見て体感するのは荒川の橋を渡る時ですね。特に西側からあの埼玉市に入ってくるところには何本かの橋がかかっていてえそこを渡るときにえ荒川を眺めるとともにえ埼玉市の町並みを遠くに見て。 わた埼玉市に帰ってくるというような光景があるわけです一番左のやつは四季街道の秋ヶ瀬橋それから右上は所沢街道の羽倉橋それから右下は富士見所沢街道の地水橋ですねそのいずれもその橋の向こう側に武蔵浦とか埼玉新都心とかいうのの高層ビル群が 入ってくる人を迎えているというような状況です。まあこれが一番その荒川を体感する風景ではないでしょうか。次にあのもう一つの大きな川、元荒川の方に行きます。えー、東のはずで、えー、岩付を流れている元荒川ですね。これはあの山岳マップの表紙に使っている写真ですけども、えー、国道十六号の岩付大橋から刈りを見た元荒川の写真ですね。 えー、まんまんと水をたたえてまして、えー、右手の奥に、えー、岩槻文化公園の体育館の屋根が見えているとまあここであの本荒,荒川は岩槻の市街地の真ん中をとうとうと流れていて岩槻市民にとっても非常に親しまれている川でございますこれは今のところから、えー、と2キロちょっと下ったところにある、えー、第六天神社の辺りの本荒川ですね 桜が咲いております。で、さっきと違ってですね、あの水があんまりなくて河川敷の草っぱらが現れております。えー、これはあのどうしてかというとモトワラカというのは季節によって非常にあの表情の変わる川なんですね。この大六天神社の志望の方にスエダス化石という石があって、えー、その4月10日 田んぼの作業が始まる前になるとそこを締め切ってですねこの辺りもまんまんと水をたたえてそれを田んぼの水に供給するということですねいわば用水路になっているわけですこれは、えー、と今の岩槻城の辺りとそれから第六天神社の位置,位置を示した図ですね岩槻城があって城下町があって元荒川があって、まあ、元荒川は、えー、岩槻城の 外堀の一部をなしていた、いるわけですけど。それからずっと下って第六天神社まで約一里ぐらい。ですから、えー、当時の岩月の城下の、えー、町民とかお侍さんは。本当にこう、船遊びをなんかして、えー、行くのにちょうど。いいところに第六天神社があったんだろうと思います。今もこの門前には、あの、川魚料理屋が3。三軒か四軒か、残ってますね。 そんなことで、非常に、なつき市民には、親しまれている、蛍原川でございます。次は、用水ですね。これは、コ沼ヌ水、西べり。の、かっぱの森というあたり、のところ、写真です。まあ、見ての通りですね、あの。自然のままの、すぼり、っていうのかな。あの、コンクリートじゃない。自然な、護岸の、川。まあ、言ってみると、あの。 同様に謳われている春の小川のみたいな風景がまだここに残っておるわけです。まあ用水ですのであまり治水の役目は小さいですからこういうあのコンクリート護岸にされないで自然のままの護岸が残されているこれにはもちろん市民もそれにあの一生懸命守ろうとしている活動をしているわけです。ここここの前水の水位置はこれですね、えー、ここにあの 高沼田んぼという定置がありまして、えー、そこのところに三沼、えー、大用水の西べりの北袋辺りから、えー、水を引いて、えー、東と西に分けて、えー、この高沼田んぼかつての高沼田んぼを潤してまた高沼川に戻るというのが高沼用水ですさっきの写真の高沼河童の森というのはこの辺りですね。ただ、えー、この、えー、高沼田んぼも,もう 田んぼはもうほとんど見られなくなくって、えー、住宅もぼちぼち建っているということで、えー、この甲野も用水も1999年だったかあの河川下の方に移管されて今は河川になっていまして、えー、この自然のままの用水の風景を守るのも非常につらくなっているとで、まあ、市民も一生懸命そのろうとして活動しているというところでございますさらにもっと小さなあ川あるいは排水路のようなところもいっぱいあるんですけどもそれがですね 暗渠にされてその上を遊歩道になっているというまあ、これはいわゆる暗渠道というふうに呼んでるんですけども暗渠道というのは市内にうんたくさんありますえ左上は天皇川コミュニティ緑道浦和の両家と元町の境ですねでこの下には道右門川の上流の川が流れていますねそれから右上の方は花と緑の散歩道でこれは別所の名から 武蔵浦和駅の間をつないでいる遊歩道でこれも下は別所沼の落とし水が流れている左下は、えー、緑区の東浦和駅周辺の区画整理の中の風景ですけどもこの歩道のところもせせらぎ遊歩道ということで、えー、排水路が流れてますねその他あのこの右下にあるような細くて名前のわからないような暗渠道というのが、えー、埼玉た市内にいっぱいあって でもまあ安全な市民の通行路として役立っているというところ、まあ、これも一つの特徴ではないかというふうに思います次に三番目の特徴三間田んぼの話に移りますこの写真これも埼玉百景の写真の一つですね三間田んぼに浮かぶ新都心と書いてあります第二産業道路あたりから三間田んぼを通して新都心を眺めているという風景でこれはまあ 今やその埼玉市の代表的な景観としていろんなところでこういうようなアングルの写真が掲載されています。つまり126万の人口を持つ大都市でありながらこういう田舎とそれから超高層ビルの立ち並ぶ都会都心というのが共存しているというのが埼玉市の一つの特徴だろうと思います。でここはミルマ田んぼ。 でミル田んぼがどういうとこかっていうのをちょっと説明しましょう。えー、これはえっ、ー、とミル田んぼの一図ですね。ここの真ん中の緑色の部分がミル田んぼで面積川口地分も含めて1260ヘクタールでこの埼玉市の市街地のほとんどん真ん中のところにこう Y 字型になった横たわっているというところです。 この周りの点々が見えるのは、これは干渉エ入れということで100メートルのエリア、それから黄緑色のふるさとエリアというのも含めて、今さいたま市の方では、ルマ田んぼエリアということで、ルマ田んぼ地域かということで、一体的に保全を分かっていくというふうにしております。これがルマ田んぼの断面の模式図です。つまり、周り両側の台地の減りに、 用水が流れていてそこから少し傾斜のかかった田んぼをこう潤して真ん中の川落とし川に落ちるというこういうのが見沼田んぼの断面です、まあ、こういう地形地震は今も維持されているということですそして今の,あの台地の端のところには斜面林というのがあります でこの緑色のところが今残っている斜面林なんですけどももとはというともう本当にこの三沼田んぼの全集を、えー、樹林が斜面林が縁取っていったんじゃないかと思いますけど現在はこのぐらい、えー、しか残ってないといいますね。まあ、特にあの田んんぼはいろなことで、えー 守る方策が取られてますけども、えー、その上の台地の部分は市街地の部分もありますので、えー、そういうことがなくて、えー、斜面にがどんどんなくなっていくということです特にあのこちら側の西側の部分は西側から南の部分はみんないわゆる市街化区域ですねでこの辺のところは市街化調整区域それから東側の部分は市街化調整区域ですけどもまだ斜面にが若干残ってるんですけども他のところは ええ、ずいぶんなくなってきているというです。これについても、えー、市民がいろいろ守る活動をしております。その一つ、これは、えっ、ー、と、浦和西高の裏手にある。えー、西高、浦和西高斜面林というやつですね。えっ、ー、と、ミルワダイオウ水の西辺りに面した斜面で、えー。いわゆる落葉紅葉樹を主にした、非常に綺麗な樹林です。西高斜面に友の会だったかな、そういう。 市民団体とそれから西高の生徒さん先生方一緒になってこう守る活動をしておりますがもう一つこれが水間田んぼの、うん、典型的な風景じゃないかというのをお見せしますこの手前の飛眼花が咲いているところが、えー、水間田用水の東ベリの土手ですねそこからちょうど黄色く実った稲の稲田を通して向こう側対岸には 斜面林の中に、えー、西福寺の伽藍が見えてると。まあ、これなんかが、まあ、一番典型的な三沼田んぼの風景ではないかというふうに思います。今の西福寺は、この図でいうと、ここのところに西福寺がある。その他、えー、三沼田んぼの第一畑には。六十ぐらいの神社や寺が分布しています。まあ、神社の方については、えー、この三沼田んぼ。 での,その農業だとか、それからまあ水ですね、水を守るというような意味で、神社がいっぱいあるというのも当然だろうと思います。それで、えっと、見沼田んぼと言ってますけども、現在、その本当の田んぼ、水田の部分は全体面積の6%、5%ぐらいしかありません。まあ、要するにあの、 農業者としては米を作ってもお金にならないということで田んぼがどんどんなくなってもうちょっとお金の儲かる作物の方に転換されていってるわけですねそれで、えー、市民の団体の方でそれを田んぼを守ろうという活動があちこちで行われているこれがその一つですここは、えー、とミルマークのミヤマというところで、えー、NPO 法人の水のフォルムというところがやっている、えー、市民田んぼ ですね、田植えの風景ですなもう今はあの本当の農業者はやりませんけども、えー、手植えで、えー、稲を植えておりますそれから、えー、夏になるとこの中でいっぱい雑草が生えてくるやつも、えー、除草剤などをまかずにみんなで田んぼの中に入って草むしりをしているというところからこの右下のやつは収穫後の写真ですけども、えー、収穫後もゴミのついた稲を 竹に吊るして、天日干しをしていると。これ、はさかけって言ってますけどね。そういうことをやって、まあ、今、本当の農業者がやらなくなったような。伝統的な米作りを、取り組んでいるというところです。あの、裏手の背後にある斜面林の。管理も一緒にやったりしてますね。これは、あの、膝子、三浦田んぼの日膝子というところの、えー。船野というわらずみの写真です。まあ、今は、あの。 稲を買ってもですねコンバインで刈り取って、えー、稲わらはみんな粉々に砕いて田んぼにまいちゃうのが普通なんですけども、えー、ここではあの稲わらを活用するということで、えー、船積みを作っていますわ,あのわら積みっていうのは、えー、そういうわらを、えー、冬の間中冬から春にかけて、えー、使うように腐らないようにこうやって積んどいてここからこう抜き取ってどんどん使っていくというものなんですけどもこのの 肥萨という地方には、肥の地方には船のというような船の形をしたわらずみの伝統がありまして、それを近年市民団体も共同して復活したという風景です。本当の昔の田んぼの風景がここで蘇っているということであります。さて、三ノ輪田んぼはそういうことであの農業を 農地ですけども、えー、農業生産だけではなくて治、えー、水としての機能そうするにそもそもその三輪、えー、田んぼを守ろうというのがですねあの戦後ですけども、えー、1958年の鎌山台風の時に芝、えー、川が、えー、氾濫して、えー、下流の川口の市街地がもうほとんど全体浸水したというような。 ことがありましてそれ以降、治水の関係から見沼田んぼは守らなくちゃいけないということで、県を中心にして、午前水間田んぼを守るる活動といいうのが続けけられてきているわけですこういうあの治水の機能というのは、今も続いておりまして、この写真は19年、1919年おととしの10月の台風19号ですね、大変な雨が降りましたけれども、その時の見沼田んぼの様子です。 この芝川はもうほとんど溢れんばかりになっていまして、こっち側の農地の方も冠水しておりますね。えー、こっちでは農地が冠水、これ里芋畑ですかね。こういうのはあの水が溜まっているというような状況です。それから左下の写真は、えー、芝川の調節地の一つ、えー、芝川の第七調節地の,あのその19号の時の写真です。 芝川が増水すると、この、えー、くぼんだところに、えー、水を入れて、えー、河川の量を調節するというところですけども、えー、19号の時にも、えー、この第7調節地は、もうまんまんと水をたたいて洪水を防ぐののの役に立ったということです。ただ、さっきも言いましたように、田んぼが少なくなって、えー、野菜などを作るのが多くなった。そうすると、えー、土を盛る。そうすると、 水をためる機能がどんどん減っていってしまうということで今回の19号についてももう危機一髪というふうに言われておりますそのために今の第7第1に加えて3番目の調節値というのをどこかに作らなきゃいけないんじゃないかというような議論も始まっているというところであります、はい、以上で水俣万の話を終わります次に伝統行事 地域の伝統行事が受け継がれているということをお話ししたいと思います。これは緑区の南部領土寺にある鷲神社の笹梨姉妹の風景です。笹梨、えー、姉妹っていうのは竹屋なんかでシャッシャッシャッという音を立てながら。獅子舞が舞うというやつですね。まあ五穀豊穣を願う、えー、行事なんだと思いますが。えー、これがあの南部領土寺の。 鷲神社笹姉妹あ姉さは埼玉市には他にも、えー、田島の氷川神社とかそれから、えー、深作の氷川神社それから西区の方の秋葉神社にも、えー、合わせて4つぐらい笹姉妹が受け継がれて今もやられております。こういう、まあ、あの地域の伝統行事があちこちにあるんじゃないかということなんですね。でこのの図は、えー、明治22年のあの 旧町村の町村会の図です。浦和町、大宮町、世ノ町、岩槻町のほかにですね、いくつか、ええー、三十いくつの旧村がありました。まあこれは明治二十二年で、えー、まあ政府の方で合併を進めてここまで来たので、えー、その前の明治初期あるいは江戸時代は、まあこの多分二百ぐらいの旧村があった。で、それぞれに あのいろんな伝統行事があってそれが今も受け継がれている、まあ政令市になって十、えー、の行政区ができてますけども、えー、それより元にあるこういう旧村が、えー、伝統行事を伝えているということだと思います。それをいくつかご紹介します。これは実はえっ、ー、と去年の12月8日の写真です。えー、ミルマークの 中川というところにある中山神社、そこの、えー、鎮火祭ですね、このも伝統行事なんですけども、鎮火祭、日渡りの神事としては、与野本町の一山神社というところの当時に行われる日渡り神事が有名なんですけども、えー、それは去年はコロナのために中止したそうです。こちらの中山神社の方には、ちょっと規模を縮小して予定通り、えー、やりました。 神主さんもあのみんなマスクをしてて、それから、えー、近座の人もみんなマスクをして集まってきて、えーまあ、ごく正気もながら <coughs> 杉の葉を燃やして、えー、その後を渡って、で海を息災、ごく豊潮を祈ると、まあ多分去年の場合だと悪疫退散なんかも一緒に、えー、祈願したんだと思います。こういう行事が、まあ、僕、地域の中で行われていると。 いうことですねただこれは岩月の南部の行事ですね笹久保というところの篠岡八幡大神社とそれからさらにその南の鍵上げの神明社の古式土俵入り子どもたちが土俵入りをするという行事ですこれも多岐のお祭りの時に行われるんだと思いますがま五穀豊穣とそれから子どもたちの成長を願うというような古くからの儀式 ですこれは、えー、と国の、えー、無形文化財に指定されている行事ですけども最初、えー、の市民の人はあまり知らないのかもしれません。本当にあのユニークな行事ですねただ、えー、主催者の人の話によると、えー、これに参加してくれるお子さんの数がだんだん減ってきてて困っているというようなことをおっしゃってました。どうううもしをめて行動をやるとといいいののは恥ずかしいというのが まあこういうふうにあ,の、えー、あまり知られてはいなくてもですねあの地域の人々が大事にしている伝統行事というのは最いた市内のあちこちにあってまあそれを受け継いでいくことが必要なんじゃないかというふうに思いますさて、えー、最後にあの開発が盛んで町並みがあまり残されていないということをちょっとこれを手短に話します。 この写真は大宮区役所あたりのタワーマンション群の写真ですけれども、このように高層マンションを中心にして、まい、あ、た市自身、とても開発が盛んなところで、古い町並みがなかなか残っていないというところですね。でこれは浦和の中仙道のこの奥に常盤公園がある、常盤公園に入る角のところの町屋と、それからその後ろにそびえている高層マンションの写真です。 で中山道の町屋というのはあの間口が比較的,比較的狭くて奥行きが長いいわゆる短冊型の敷地そこのところに、えー、胸がこういっぱい並んでいるというのが町屋なんですけどもその短冊型の細長い敷地をそのままにして、えー、高層マンションを 建てると、まあ、こういういこことになるわけですねでこのマンションが建った後また南側にこいつが建つとこっちのマンションは真っ暗になっちゃう、そのまた南に建ってこっちが真っ暗になっちゃうということで、本当に良くないんですけども、い、まあ、わば敷地ごとに勝手に建てさせたというようなことで、都市建築行政の一つの失敗例ということで、実はこ有名なんですね。まあ、これあの板状に並んでて、えー ドミノのようだっていうんで、ドミノマンションというふうに言われていて、これは全国的にも有名です。でそういうことで町屋があまりないんですが、これなんかはちゃんと残ってる町屋の一つですね。中山道の月宮神社近くの青山さんのお茶屋さんと、その奥のラフという、こちら側がそれですけど、ギャラリーと喫茶店になっているところですね。 元々の町を活用しながら、えー、残っている部分というのもあります。ただ後ろにはこういう高層マンションが迫っているという状況です。まあ、まだいくつかあの残っているものもありますので、えー、それらをまあ、現代的な用途で活用しながら、えー、残していくということが望まれているところです。最後にちょっと岩付の話をします。岩付もその町並みというのはあまりのもうすでに残っていないんですが、面白いことに。えー 明治大正昭和の3代にわたる古い建築が残っているということをご紹介したいと思います。えー、左上は長谷,川の長谷川家の店蔵、元は白木綿問屋だったところのお店になっている蔵が残っている、これは明治10年の建設ですね。それから真ん中は、えー、旧中井銀行の岩槻支店、これも大正10年の建築で。 今は人形の当局が所有して当局対象館ということで活用してますね。右下はこれは、えー、と昭和5年だったかなに作られた旧岩槻警察署ですね。これも今は郷土資料館として活用されています。こういう、まあ、明治大正昭和の3代にわたる古い建築が町の中に残っているというのは、まあ、岩槻の起こるべきところだと思います。 えー、町並みは岩槻でも随分なくなってきてるんですけどもこれはあの久保宿通りじゃあ一軸通り雄成街道を入ってきたすぐの西半分のところの通りですけども、えー、そこのところの写真ですがここではもともとの雄成,成街道の道の拡幅に合わせて沿道の市民住民有志が町づくり規範というのを定めてまあ必ずしもそのままの保全じゃないんだけども、えー、町並みを きちんとというとここまで5つの項目に分けてさいたま市の特徴ある風景を紹介してきましたけども、えー、そのさいたま市の特徴をひ、まあ、一言で言うとですねあのこの見沼田んぼから見た新都心の風景に代表されるようにですね、えー、都会と田舎の共存 というふうに言っていいのではないかと思います、えー、東京に隣接して、えー、120万人以上の人が住む大都市でありながら、えー、まあ自然環境としてもですねそれから、えー、歴史や文化としてもそして、えー、市民の活動やコミュニティのつながりみたいなことでもですね、えー、まあ田舎の側面というのを多く残しているように思いますこ、まあの埼玉市が、えー、これから都市としてのですね魅力とか、えー、風景 の多様性というのを維持していくためにはこのようなその田舎としての良さみたいなものを大事にしていく必要があるんじゃないかというふうに思います以上で私の方からの前半の話を終わります中瀬原先生ありがとうございました